はい、もちろんいっぱいあります。大学生の時なんですけど、初めて自分で稼いだお金がすごい嬉しくて、その後すぐにカフェに行ったりお買い物に行ったのを覚えてます。バレンタインの時期に派遣のアルバイトをしたんですけど、その時に試食を配るんです。で、いろんな人が、小さい子だったり、いろんな方が集まってきて、ありがとうって言いながら食べてくれるんです。それがすごく嬉しかったです。フィットネスジムのアルバイトで施設利用ができるんです。で、自分が働いた後に体を鍛えるんですけど、筋トレだったりランニングとか、あとは広いお風呂に入れるのがすごい嬉しくて、すっきりした気持ちで仕事を終わって帰ってました。ブライダルのお仕事をしたことがあって、お客様にとっては一生に一度のすごい大切な日なので、マナーだったり所作、すごい緊張感がある現場で緊張したのを覚えてます。でも今はこう自分もモデルの仕事をして、すごい緊張感がある現場もたくさんあるので、そういうところでその経験が生かされてるなって思います。アルバイトをしたことがあるんですけど、結構高級なお皿だったりグラスを使っていて、それを一度だけグラスを割ってしまったことがあります。で、それがすごいショックで、いくらしたんだろうなこのグラスはと思って調べてみたことがあるんですけど、それをきっかけに結構グラスに詳しくなって、今ではいろんなお店行ってこれ何使ってるのかなとか見ちゃいますね。はい、絶対使ってたと思います。給料日がいつかないつかなってすごい待ち遠しかったのを覚えてるので、今私が学生だったら絶対に利用してると思います。はい、皆さんも一緒にバイトするならエントリー。